デルデルデル、おはようございます。釣り子 TV です。これね、ちょっと雑誌とかで見て気になっていたスケルトンミノーね、これウォーターランドから登場の、まあこんな感じのね、ミノーが、釣り具屋さんに並んでいたので一つ買ってきていました。価格は1680円。ということで、あの伝説のグランダームサシのルアーですよね。こんなパッケージに入ってですね、現代に蘇ったっていうことで、早速ね、どんなミノーなのか見ていきたいと思います。いやー、ちょっとね、色もね、結構これはっていうね、色買ってみたんですけど、はい、出てきました。こんな感じのね、ミノーっていうよりちょっとね、シャッド的な要素が強いのかなーなんて思って、ショートリップっていうわけではないので、なんだろう、結構潜るのかなっていうことで、でシンキングとフローティングが売っていたんですけども、シンキングのタイプのもの、だいぶねフローティングと比べても重さがこちらの方が、ちょっと重めだったので、思い切ってね、シンキング、通常だとねフローティング買ってサスペンドチューンしようかなっていう頭が働くんですけども、今回はねちょっとねシンキング、買ってみました。まあね、背中はこんな感じ、頭周りね、はい、でこう来ていて、でフックはこれはウォーターランドなんで、カルティバのちょっと眠り気味の針がね標準装備されているっていう感じですかね。これはね出てね、カルティバだと思いますね。はい、でフッ素加工とかはしていない針なんですが、キャンキャンにね鋭くなっておりますね。で裏にちょっと説明書きがあったんで、そちらも見ていきたいと思います。はいね、こんな感じで、うわギランギランですね。じゃあね、ちょっと早速どんなミノーなのか説明見ていきたいと思います。スケルトンミノー、ウォーターランドの新たなプロダクト、スケルトンランド。スケルトンミノーはマグネット式重心移動システムで、飛距離は大幅アップ、超ド派手カラーとアクションが魚に猛アピールし、やる気のない魚も引きつけます。泳ぎすぎに注意ということで、フローティングが 11g で水深1メートルから 1.5 メートルほどを狙えるよ。で、今回買ったのが、ヘビーウェイトシンキングっていうことですね。16g で水深 1.5 メートル以上、これが、狙えるよっていうことで、で、このね、カラー名が超かっこいいな。フロリダっていうね、シャープ08フロリダというカラーを、買ってみました。で、あ、こっち横にもいろいろ書いてあるな。マグネット式重心移動システムで超カットビー、魚を引きつけるスーパーアクション、超アピールカラーでやる気のない魚まで引きつけるっていう。実際ね使ってみてね、どんな感じかなっていうね風に、まあ早く釣り場へ持っていきたいんですけども、まあバスでももちろん使うんですけども、シンキングでねちょっと、これはですね 16g っていうねカットビ仕様のを買ったんで、ちょうど今がねハイシーズンに突入しているシーバス釣りね、こんなところでも投げていこうかななんていうふうに思っております。まあ何にしてもね、こういうカラーね、でこのサイズ感っていうのがあんまり世の中にはないんじゃないかなと思うんで、それでこう目新しいね、なんだろうかあれっていう感じで魚食いついてくれやしないかなと思ってね、投げてみたいと思います。あとはね、房総のダム湖なんかで少し、魚のレンジが深めの時とかに、まあこれでね、引っ張ってちょっと深めの、中層をこう、まあ、ジャーキングトゥイッキングとかしながら、誘って魚を食い上げさせることはできないかなって。音こんな感じでカタカタ音しますね。あとはマグネット重心移動システムってことなんで、どうなんだろう、ここら辺もねちょっとね実際に釣り場で投げてみて、でまあできればね、魚、こんなの釣れたぜなんていう感じで動画にしていければななんていう風に思います。まずはねちょっと今買ってきて、まあどんな感じか、手元で見てみましたが、ウォーターランドからね新しく登場したですねスケルトンミノね、まあ
グランダー武蔵世代の方にはたまらないミノーなんじゃないかなっていうことで、早速ね、いろいろな場面でキャストしてみたいと思います。はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、ウォーターランドから新しく出たミノーを開封してみたいと、こういった動画でした。また会おうぜ。